2日目は長年のご主人様の夢である種子島宇宙センターへ2人で向かうこととなっております。その前に縄文の宿満天さんの場所をね、皆様と共有したいなと思います。もうですね、屋久島空港の目の前、今矢印が下あるところが、ホテルですね。そしてこちらが屋久島空港になります。屋久島空港からですね、歩いてもう 2、3分、290メートルぐらいでね、ご案内しておりますので、もう歩いて行けちゃいますから、よかったらお泊まりになってみてください。少しだけ時間がありましたので、ホテルの中をね、皆様と共有させていただこうと思います。こんな感じでですね、車椅子も十分通るような形ですが、上り下りに関しましては後ほどね、昇降機をご案内差し上げますが、昇降機でのご案内となります。こんな感じでね、段差が結構ね、細かいところがありますので、こういった上の方のお部屋はちょっと厳しいかなと思いますけど、地下のね、お部屋になるんですけど、こちらはですね、バリアフリーのお部屋も何部屋もございますので、こちらが改装したばかりということで、とても綺麗でございますから、ぜひね、バリアフリーで、車椅子の方もね、お泊まりになったらいいんじゃないかなと思います。こちらが温泉になりますので、温泉かけ流しではないですけどね、とても気持ちのいい温泉でございますので、こちらもね、ご利用いただければと思われます。そしてですね、こんな感じで、右手にね、昇降機がありますので、ちょっとご覧いただければと思います。車椅子から降りてですね、こちらで、移動していくような形で登っていきますので、もちろん下っていくのもございますから、こんな様子でね、ホテルの方を車椅子の方でもご利用いただけます。朝食はですね、基本ちょっとしたバイキングになってまして、おかずがね、もうすでに、綺麗なお弁当に、入っております。そしてご飯ですとかお味噌汁ですとかお粥みたいなね感じで、あとこういったね、納豆ですとかというね、お決まりのパターンにはなると思うんですけど、カレーがとても美味しかったですね。カレーでおかわりを私はしてしまいました。お漬物も美味しかったですし、あとこのね、梅干しも蜂蜜で漬けてあってとても美味しかったですので、よかったら皆様もね、朝食ぜひ食べてみていただければと思います。こんな感じでですね、お重箱がありますので、こちらにですね、素敵な素敵なおかずがね、数種類準備されておりますので、こちらをね、一緒にご飯とね、食べさせていただこうと思っております。それではね、お先にいただきます。ということでですね、宮の浦港にこれから出発していきます。こちらでございますね。朝はですね、あいにくの雨で、だいぶね、ちょっと移動が大変だったんですけど、ご主人様にもね、カッパを着ていただいて、なるべく濡れない感じでね、傘を差して、車椅子でね、移動してまいりました。こちらがですね、宮の浦港の乗船券なんかをね、販売している場所、そして待合所になっております。チケット売り場という感じですね。今回はホッピー号で、向かいます。で、隣にも大きな建物がありますけど、こっちのね、ブルーの建物から出発しますので、お間違いのないようにしてください。ちゃんとですね、ホッピー号の方もこういったようなバリアフリーの、船でございますので、車椅子でね、そのまま私一人で押して入れました。そしてですね、車椅子も、目の前に置いて、行けるスペースも十分確保していただきましたので、このね、船そんなにね、思ったより揺れませんでした。私ね、この船はね、昔一回壱岐に行く時に、乗ったんですけど、その時ね、すごく揺れた思いがありましたので、ちょっと覚悟をしていたんですけど、ほとんど揺れずにですね、到着しましたので、とても快適な船旅でございました。今ですね、種子島の、港になるんでしょうか、トッピー号の乗り口に来ております。こんな感じで、なんとか種子島が少し晴れましたので、今日からまあまあそんな揺れませんでしたね。こんな感じでおじゃりもうせ種子島ということでございますので、そして念願の夢、こちらですね、種子島宇宙センター、それも、福祉車両をね、無料で手配していただいて、全てツアーもね、無料でしていただけますので、ただし事前に予約が必要ですから、必ずですね、お問い合わせをしてご予約の方をしてですね、いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。とっても親切でね、よくしていただきました。そして前方でね、ガイドもしていただきましたので、本当素晴らしい旅でございます。実物大の実物大実物大です実物大です
何年頃に上がって、こんな感じでねツアー申し込むと、右手にねリングをはめていただきますので、こちらもね記念にお持ちいただければと思います。そしてちょっと風が強くてね申し訳ないんですけど、一応ちょっと声を入れたいなと思いますので、ちょっとだけね、お聞き苦しいですけど聞いてください。そしてねこちらがですね実際にロケットを組み立てる場所みたいでですね、いろんなことを説明していただくので、だいたい1時間ちょっと半ぐらいですかねのツアーコースになりますので、本当にロケットに興味がある皆様は、楽しみでね行っていただければと思います。こちらのロケットもですね実際に使ってたロケットエンジンでございます。左側のエンジン、そして真ん中右と、3個あります。で奥にですね何人か人がいると思うんですけど、こちらなんかね JAXA の研修生がたまたま来ていたということで、これもとてもレアな体験でしたね。JAXA の研修をされているそうですね。これがこの6輪のこれですね、これのタイヤです。こんな感じで、ここが格納庫みたいになってますね。 JAXA のこのこれで続いてはですね、館内に戻ってまいりまして、いろんなね展示物がこんな風にありますので、この中もねゆっくりと見れますから、今回は1階とね2階と、エレベーターで上がらせていただいて、そしていろんな歴史ですとか、ロケットエンジンについてとかってありますのでね、ぜひね皆様もこちらに来ていただいて、見ていただけると楽しいんじゃないかなと思います。我々もウキウキでですねロケット見ておりました。なかなかね体験できません。こちらはなんかねなんか実物大の衛星を、の模型みたいなね感じでなっておりますので、一応こちらもねいろいろ撮影をさせていただいて、時間帯でちょうど空いてましたのでね、こんな感じで、自由に見ることができましたので、よかったら皆さんもねぜひいらしてください。こちらがね、今度外庭になりますけど、駐車場のところにこんな大きなロケットありますから、こちらもね楽しいです。そして最後ねこんな感じでお土産屋さんもあります。宇宙食なんかも売っておりますので、たくさんね珍しいものがありましたから、ぜひですねこちらの種子島宇宙センターに、足を運んでいただいて、事前に予約がね、普通常の見学にしてもですね必要のようですから、必ず問い合わせをしてホームページから問い合わせできますから確認していただければ幸いでございます。そして閉館前にですね少しだけ時間があったので、鉄砲館の方にねせっかく種子島に来たら、種子島の鉄砲を見てみたいななんてお話で、20分ぐらいあのフルスピードでねあの中の方をね、見たいところだけ見るような形で、回らせていただいております。とってもね歴史が深くて、なんとなくねイメージからいきますと、屋久島でもののけ姫のね、イメージがあって、もののけ姫って下でねたらねあの
鉄砲作ってますよね。でこれがなんか隣の種子島で鉄砲を使って作ってるのかななんていうねところで僕はつながりましたので、この後またねもののけ姫を見てみようかななんて話をねして、笑っておりました。奥様もねもののけ姫見たことないとおっしゃってましたから、楽しいんじゃないかななんて思っております。館内はですね結構広くてですね、あとちょうど観光バスがね、来ましたので観光バスの方と一緒にという感じになりました。観光バスの方が来るとやっぱりツアー客がね、3,40人おりますからちょっと混んでくると思いますけど、皆さんもね時間にゆとりを持って、来ていただければいいんじゃないかなと思います。ここはですねちょっと昔の古い歴史みたいなねところもありましたので、そのあたりも参考に見させていただいております。場所はねこちらになります。こちらの矢印がですね種子島鉄砲館でございます。こちらがですねトッピー号の、船の船着き場になりますので、もうほんとすぐそばなのでね、行ってみるといいんじゃないかなと思います。ただ歩いていくとねちょっと距離ありますから、タクシーかね何かで行かれるのがおすすめでございますので、楽しんでください。本当にですねいろんな種類の鉄砲があって、日本製だけではなくですね世界各国の、鉄砲当時の鉄砲がね置いてありましたので、火縄銃から三段銃ぐらいまでかなはありました。あと大筒なんかもありましたので、こんなのがあったんだとびっくりするようなね、テレビでしか見たことのないような大筒もありましたので、これでね城を破壊するのかなとかって思いながら、ちょっとね歴史を振り返ってまたね勉強させていただこうかななんて思っております。本当にねこういったのをね、見ながら過去を振り返る、またねドラマなんかいろいろありますからね、そういうことを被らせながらっていうのも面白いんじゃないかなと思いますよね。ほんと見てください、素晴らしいですよね。こんなにねいろんな種類の銃が展示してありますから、やっぱりね鉄砲館もせっかく種子島に来られたらねぜひ来ていただければななんて思います。どうやら阪急さんのバスらしいですね。結構乗ってますね。もうちゃんと動いたんですね。阪急交通社って書いてある。おお、でかいフェリーも鹿児島種子島間のあんなでかいフェリー来るんですね。すごいですね。今日は運よくですね雨が降ったり止んだりでしたけど、今降ってますけどね、ちょっと戻りましょう。結構ラッキーな一日でございました。ちょうどということで、種子島日帰りの宇宙センターの旅はですねこちらで終わりました。なんとかね、ご主人様がぜひ一回ね行ってみたかったという種子島宇宙センター、なんとかねお手伝いができましたのでほっとしております。明日は奥様の夢、そう縄文杉ですね。どこまで行かれるかというところになるんですけど、そちらをお届けさせていただきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をして通知設定してお待ちいただければ幸いでございます。なかなかお前も頑張ってるぞと待っていただいたならですね、ぜひグッドマークをしていただければ幸いです。それではありがとうございました。バイバイ、またね。